とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最強装備、出ちゃいました。ついに出ちゃったね。で、やっぱり、いつものことなんだけど、撮影以外の時の方が、出る。やっぱりね、物欲センサーが働いてるんだと思うんだよね。最強装備、これです。魂のフィッシュと違うよ、これじゃない。でもこれも悪くないと思う。流れ込む魂ついてるしね。意外と使えるやつだと思うんだけども、最強装備。これです。フロストサイズ。出た。俺ね、これずっと探してたんだよね。流れ込む魂と、旋風衝撃波がついてるやつ。全部ついてる。で、さらに、黄金スキルで、重力がついてるのよ。最高。この4つは、マジでね、探してたやつなんで、よかった。で、黄金の重力。これね、俺1でもいいと思ってたんで、2が出てよかったかな。うん。まあ、1でも3でも、別にそんな変わりはないんだよね。まあ、とにかく、これ、すごく探してたやつです。今日はこれ、使っちゃいましょう。強いと思うよ。それでは、ここのステージやっていきますね。ちなみに今俺が使ってたのがこれ。ギフトでもらったやつなんだけども、謎の共鳴、流れ込む魂、旋風だったんだよね。十分強かったんだけども、重力がね、若干欲しかったのよ。なので今回の武器ってなってますね。ちなみに251で近接のダメージ59万6000。まあまあ60万だね。で、旋風でも同じく60万ダメージを与えてました。うん、かなり強いよ。それが、こうなりました。96万。96万。1.5 倍だね。で、同じく旋風もダメージが 1.5 倍。で、衝撃波で、プラス72万。うん。で、さらに重力で引き寄せる。これやばいと思うけどね。うん。まあちょっと発光する以下の防具で、いきます。これは攻撃力なんかは全然漏れてないんだけども、動きが速いからね、やっぱ俺はね、これに慣れちゃってて、他のやつがもう遅く感じるのよ。どうだ？強い。嘘。マジか。すげえ吸い込むし、すっごい吸い込むし、破壊力抜群。いけ、すごいえぐいね、これはやばい。敵の吸い込み方もまあやばいし、破壊力がこれ半端ないね。破壊力えぐい。やっぱこのね、釣り竿連弾には旋風衝撃波はね、すっごいマッチする。で、このね、リーチの長さもちょうどね、この旋風に当たっていい感じなんだよな。で、流れ込む魂がつくから、このバブルバースター、これとももうベストマッチよ。やばいこの武器はやばい。いやー、素晴らしいのが出たな。まあ、雑魚戦ではこんな感じだけども、ボスでどんな感じかよね、問題は。ボスにもこれ通用するのか、そこちょっと見とかないといけないね。で、アーティファクトセットはこれプラスあれか、あれだな、パワーポーションを、入れていくと最大火力になるかな。で、防具を攻撃力が上がるやつ。まあ、ここら辺いいか。クールダウン3だしね。オッケー。完璧じゃない?で、パワーポーションで2倍にして、ドラで3倍。さあ、どれぐらいの強さになるんでしょう。あ、で、30% 攻撃力も漏れてます。来い!いけ!これは強い。あ、落ちてた。あれ?お、戻ってきた。ありがとう。これはやばいやつが出たね。最高だわ。最高の武器が、ついに爆誕しちゃいましたね。これです。フロストサイス。黄金で、重力。で、エンチャントが流れ込む魂。衝撃波、旋風、263の武器です。これはすごい。はい。ちょっと興奮しちゃったけど、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。